ますと、なぜですね、そのような業績を上げることができるのかというのは、書かれていますので、見ていただきたいと思います。前の方に同じことが書いてあります。見ていただけますか。それを一位集中効果です。一位集中効果です。でまず何かというと、1位になると知名度があるので営業はしやすくなるんですね。営業はしやすくなるということになります。どんなのがあるかというと、例えばテレビ広告なんかやりますでしょ。テレビ広告なんかやりますと、まあ、東京に大きな電気街の秋葉原なんですね。まあ、こちらが名古屋だったら堺とかになりますよね。で例えば秋葉原の、小さな電気会社がですね、テレビ広告するわけです。そうするとお客さんがですね、秋葉原に来て、やっぱり電化製品は秋葉原だって行くわけです。そして買おうと思ったら、秋葉原に行ったらもう電気製品のお店が山ほどあるわけです。でそうした小さな会社とかは覚えられないんですね。じゃあどこを見るかというと、今秋葉原のど真ん中に山田電機ってあるんですね。あるいはヨドバシカメラってあるわけです。そうするとお客さんそこに行くんですね。何かというと、1位になることによってどんな効果が生まれるかというと、他の会社が宣伝すれば宣伝するほど売れるということが起こっているんですね。あるいは少し昔の話ですが、アサヒビールさんがスタイニーという小さな瓶の、ね、ビールを作ったんですね。で、アサヒビールのスタイニーって知ってるんでしますもうだいぶ、ね、すみませんね、年齢的なことが分かりませんが、その時どうなったかというと、キリンも同じようなビール作ったんです。そうすることによってどうなったかというと、アサヒビールさんがスタイニーのコマーシャルをやればやるほどキリンが売れたということがあるんですね。何かというと、広告や宣伝すると1位の会社が儲かるという、そういう構造ね、実は出てくるんですね。それは何かというと、1位効果というものです。次に言いましょう。次は何かというと、特定の地域に集中してお客様をすると移動時間が少なくなってたくさん回るんですね。何かというと、訪問効率が上がってくるんです。でこれ後でも話しますが、移動時間って生産性ゼロの時間なんですね。仕事してるようなんですが、何も目指してるわけじゃないんです。そういう時間が多くなるとどうなるかというと、利益が上がらなくなるんですね。そして企業によっては移動時間が 50% から 65% を超えると利益が出なくなってくる、そういう感じなんです。だから何やってるかというと、セブンイレブンさん同じ地域にお店出してるんですね。で3年前かな、特に来てセブンイレブンの話されて全然受けなかったんですよね。最近はちょっとセブンイレブンの話がね、したら分かっていただけると思います。だから、福井にセブンイレブンに出したときに1店舗だけ作ったんですか。違いますね、数点まとめて作るんですね。何かというと、あれ輸送するためのロスが結構大きいんですね。だからまとめて作るわけです。だからセブンイレブンさん、いまだに四国にないんですよね。何かというと、やっぱりそういうところで1位作るのか、地域戦略といいますよね、そういうものを決めてます。なぜかというと、移動することによってそういう生産効率が悪くなっているということです。あるいは島村という会社もそうですね。あそこも移動できるような範囲に店舗を作っているわけです。それの地域戦略というんですね。これは後でまた詳しくお伝えします。それ以外に1位になると紹介していただきます。で、皆さんにね、聞いてみたいと言いますが、皆さん何か紹介するときにどこ紹介します？やっぱりね、一番安心なとこ紹介するんですね。というのは、何か問題があっても、ああ、そうですか、でもあそこが一番ね、人気がありますからね、とこう言うんですね。だから1位になると紹介してないんです。で、皆さんに確認しましょう。紹介していただくとどうなるんですか？利益性は。一番手間のかかる収穫と販売の費用がかかるんですね。そうすると当然利益が上がっていくということです。これも1位の効果です。それ以外どんなのがあるかというと、1位になると同業が潰れるとお客さんが流れてくるんですね。これ分かりやすい話は、三菱のリコール隠しがありましたね。その時に、なんと 70% はトヨタさんにいたそうです。で武田私の師匠のですね、師匠の武田洋一はもうこういう数字を調べるのが好きなんですね。で毎年ですね、トヨタさんの業績と他の会社の、ね、業績調べてるんですね。ですごいのはトヨタさんですね、やっぱり強いですね。通常 0.3% やっぱり他より増えていってるんですね、他の自動車メーカーさんに。しかしその時はなんとですね、伸びが一気に 4% になかったんですね。何かというと、経営は過激な急いゲームですね。他のメーカーさんが流れていくわけです。ね、そういうことなんです。で、あとでも言うか分かりませんが、皆さんね、企業は作れる時は一斉作れませんからね。どういう企業は作れるかというと、やっぱり小さな会社とか、資料性質の小さな会社が作れてくるんですね。
でそういうのを詰めたところはどこに行くかというと1位の会社に行くわけです。